ビューから早20年プロレス界をその血まみれの背中で牽引し続けてきたデスマッチのカリスマ葛西潤。20周年興行のメインにふさわしい相手が見つかりました。武田正史デスマッチ二冠王者の武田正史、そんな最強の男からデビュー20周年のメインでベルトを奪う、20周年にふさわしい最高で最強のメインにしてやる。果たして葛西は自身の20周年を勝利で飾ることはできるのか。2018年8月28日東京後楽園ホール、葛西潤プロデュース興行東京デスマッチカーニバル2018クレイジーモンキー 20th アニバーサリー開幕。第1試合、東京砂漠ホームレス寸前人間廃業デスマッチ時間無制限一本勝負、バラモン衆バラモン K 藤田実るバーサス杉浦マン杉浦マングレート力マン。葛西潤プロデュース興行東京デスマッチカーニバル2018 8.28 後楽園ホール大会をお届けしてまいります。今日の解説は鈴木健さん、実況担当塩野純次でお伝えします。健さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて今日は葛西潤のデビュー10周年記念大会です。そうですね、はい、それにふさわしいね、お客様の入りになりましたね。超満員、平止めに埋まりました後楽園ホールです。健さん、この葛西の20年、はい、どんな思いがありますか。まあ、デビュー戦大阪のね、真夏の鶴見緑地野外会場で、当時見たんですけども、あれから20年経ったと思って本当に感慨深いですよね。しかもその20年間のほとんどデスマッチに費やしてきましたからね、そんな日本のプロレスラーはいないですよね。いないですよね。さあ、その葛西の20周年の相手はデスマッチ二冠王の武田正史です。最高の相手ですよね、はい、これ以上はない相手だと思います。はい、二冠王の武田とカリスマ葛西、今どちらが強いのか、その答えが出る大会であります。さらには吹本とジャックの一騎打ちもあります。東京デスマッチカーニバル試合の方を見ていきましょう。第1試合、早くもバロン兄弟が荒れ狂っております。第1試合は東京砂漠ホームレス寸前人間廃業デスマッチです。早くも場内が熱気にしております。バラモンの登場、バラモン兄弟と来るのは藤田実であります。軍師をバラモンと同じ頭にかぶっております。藤田実がコールされました。さあ、対するは力マン杉浦マングレート杉浦マンの3人が入ってまいりました。先頭は力マンであります。一部四方にお辞儀をします。力マンです。こちらが杉浦マン。謎のマスクマン杉浦マングレートがコールされました。おっと、バラモン兄弟が早速応戦にかかっていきました。バラモン周慶藤田実組に対するは杉浦マン杉浦マングレート力マンであります。さて、これも第1試合から、はい、実はすごい試合ですけれどもね。いや、東京砂漠ホームレス自然とね、目打たれておりますけども、全くこれ前川清さんとかに内山田博士とクルーファイブに断りを入れないまま多分やってるでしょうからね、これはね。そうですね、しかも相手が今日は杉浦マン、はい、杉浦マングレート、そして力マンと、力マンと名前を変えてもちゃんと力道山三世とコールされてましたね、今ね。そうでしたね、カマンじゃないですからね、はいはい、力マンです、はい、そうです。力マンがリング台を伺っていきました。これがもしカマンだったらこっち来いこっち来いって今ポーズでやってたと思うんですけど、やらないということは力マンということですよね。そういうことですね、はい、あ、これは得意の空手チョップを膝の裏そしてかかとに、おお、一点集中攻撃ですね、はいはい、力マンが K の足を取って足音の字が固めに行きます。足を痛みつけておいて足音の字、シューが水を吹きます。
の地固めとか、あの水をぶっかけられただけでやっぱりこう、ね、崩れてしまうもんなんですね。バラゴン兄弟がさまざまなアイテムを持ってきております。ダンボールですね。ダンボール結構あの柔らかいですけども、角っこが当たると結構痛いですからね、気をつけなきゃいけないですね。おっと、杉浦マンがスレッジハンマーを持ってダンボールを破壊しています。トリプル H 張りですよ ね、 そうですね。トリプル H がダンボールをあの、ね、はい、あの畳む作業をしていると思えばなかなかのものがありますよね、これは。はい、しかしまだダンボールがあります。重ねたダンボールで杉浦マンに攻撃を加えていきます。シューの方はラケット攻撃、お客様の食べるものですけどね、ちょっと食べ物を粗末にしていけませんね、はい、まあ、これこの後スタッフが美味しくいただいてる、はい、そうですか、はい、そうですか、はい、おっと、力マンがちょっと場外でやられています。客席は騒然としている。おっと、藤田実が自転車を持ち込みました、はい、自転車を逆さまにしております。入場時に自分が乗ってきた自転車ですね。はい、水をぶちまけた。お客さんもこれびしょびしょになっております。まあ、この日非常に暑かったんで、水ぶっかけられることに関してお客様逆に喜んでるんじゃないかなと思いますけどね。夏ですからね。あ、グレートが捕まりましたよ。藤田がタイヤを回転させている。そこに押し付けていこうとしています。おっと、これは痛そうですね。いや、マニファクチャー時代ですよね、これね、本当にね、はい、マスクをかぶってると言ってもこれは厳しいでしょう。回るタイヤに顔面を押し付けていきます。相当摩擦があるでしょうかね。お、力マンもタイヤの餌食。自転車をこういう風に使うというのも、はい、なかなかのアイデアですね。やっぱりそのデスマッチファイターというのはこう、ね、あらゆるものをいかに有効に使うかという、そのセンスが問われますからね、はい、おなじみのスーツケース所定の位置にセットしました。しかもこれ先頭が、ね、力マンですから ね、まずいし、横間ボリー攻撃。あー、力マンが悶絶している。まだまだ使えるのに。おっと、バナナを貪っております。バラモン K であります。 K が力マンにストンピング。やっぱりバラモン兄弟組の方がやっぱり有利に試合進んでますよ ね、 すね。まあ、こういう試合形式は、ね、経験豊富ですからね、はい、それと比べると力マン選手とかね、はい、杉浦マングレートとかはあまりこういう試合やったことないでしょうから、バラモンサイドの独壇場になっております。もうこのまま勝負を決めてしまおうというところですね、はい、杉浦マンが捕まりました。対角線に送っていき、おっと、杉浦マンがブーメランアタック。杉浦マンジャンプ力はあります。藤田実が椅子攻撃、しかしそれを読んで持ち上げてボディースラム。おっと、杉浦マンがマスクを自ら脱ぎ去りました。ものすごく眉毛が長い老人に見えますよね。なるほど、ね、仙人さんでよくいますよね、はい、そういう人ね。いや、素顔を自分で晒しちゃいましたね。わあ、さあスレッジハンマーで刺激。マスク取ったんですが、逆にこれ視界がちょっと遮られているような感じもしますけれどもね、はい、ここで力マンが入ってきましたよ、はい、先ほどの急所攻撃から力マンが復活しました。 K を抑えます。カマンって言ってますね、今ね。あ、本当だ、はい、あっと、後ろからシューが交通標識で攻撃。リング上バックの取り合い。おっと、ゴミの入った空き缶の入ったゴミ袋で一撃。いろいろ準備してきてますね、バラモンは。これ第1試合ですよね、はい、この後片付け大変ですよね、もう本当にいろんなものがリング内に散乱しております。おっと、グレートは、グレートがここに反撃に転じます。おお、これは何でしょうか。鎧のような形をしたダンボールを、おっと、力マンにかぶせた。非常にあのモビルスーツに似た形状してますね、
そしてライトセーバーです。力マンが変身しました。ライトセーバーで3人を切りつけていく。覚えてますね。これ黒ければダースベイダーなんでしょうけどもね、はい、普通の段ボール箱に勝って書いてあるだけですからね。そうですね、あ、勝って力って書いてある、ね、だけですからね、はい、間違っす。力マンがセカンドロープ、ライトセーバーを振りかざす。おお、あった、足を切り刻んだ。これが本当のセーバーショットですね。あ、そうですね。さあ、また4の字に行きますね。おっと、モビルスーツ、ダンボール型のモビルスーツをつけたまま足4の字固め。藤田実が、あ、おー、その鎧を外した。あーっと、墨汁攻撃を浴びてしまった。しかも被りますね。おっと、藤田実がパワーを充電。お、そのまま体固め。おー、スリーありました。4の字をかけたままスリーカット捉えてしまいましたね。いや、このスーツの威力は相当です ね。試合はバラモン兄弟藤田が勝利しています。第2試合タッグマッチ、時間無制限日本勝負、源太郎ヘイゼンバーグ VS マンモス佐々木勝間坂本。さあ、第2試合、まずはヘイゼンバーグ源太郎が入ってまいりました。ヘイゼンバーグは台湾出身、新台湾プロレスという団体からフリーダムズに来日しております。体はかなり出来上がっております。ヘイゼンバーグ、フリーダムズを陰で支えるベテラン健太郎であります。そしておなじみのテーマ曲がかかりました。対するはフリーダムズのマンモス佐々木、そしてフリーの一馬坂本が入ってまいります。傘を差して2人が入ってきた。お揃いのコスチュームで入ってまいりました。7月からマンモスとカズマはタッグを組み始めております。マンモスはこのカズマとのタッグ非常にやりやすいと手応えをつかんでおりました。フリーの一匹狼でありますカズマ坂本。そしてマンモス佐々木であります。マンモスと源太郎のベテラン2人がタッグマッチで対戦です。さて、健さん、はい、マンモス、カズマ組、非常にこの大型で強力なタッグですよね。非常に息の合ってるチームですよね。まあ、今もね、その入場してくるとき、カズマ選手のね、はい、仮面を、マンモス選手も一緒にかぶって、そして一緒に傘を差して入場してくるっていうところをね、見せておりましたけどもね。まあ、レスラーとしては全然タイプが違う2人なんですけどね、はい、それは不思議と組むと呼吸が合うというね。マンモスが先発で出てくるようです。対するは源太郎、ベテラン2人の先発で試合が始まります。第2試合です。ベテラン2人、そして試合巧者の一馬坂本の中で、やはり、ね、若い平成バグがどれぐらいやれるかというのがポイントになるでしょうね。まずは肩固めに取ったのは源太郎。マンモスがバックを取り返していきます。マンモスは杉浦とのタッグで KFC タッグ長期政権を築いていましたが、5月にベルトを失いました。そして7月からこのカズマとタッグを組むことが多くなっています。さあ、ヘイゼンバーグが入ります。台湾出身、20歳でまだキャリアは1年半くらいということなんですが、まあ、この台湾の選手というのも、はい、最近出てきましたね。そうですね、琉球ドラゴンプロレスとか、あと大阪の団体とかによく来日して、日本で経験を積んで、それを持ち帰ってこう台湾でね、他の選手たちにこう教えるという形でこう発展していくというのがありますけども、まあ、よくDDT がその台湾で大会を開いたりとか、ここ最近本当に台湾でのプロレス熱が高まっているということはよく聞いてますけどね。まあ、しかしその中でもこのヘイゼンバーグは体はかなり出来上がってますよね、はい、大きいですね、もう176センチですけども100キロあるらしいですからね、はい、それで動きも、ね、ちゃんとしっかりしてますし、
比較的スピードもありますので、はい、まあ、この体格からして同じフリーダンスの、ね、平田智也といいライバルになればいいなと思うんですけどもね。まあ、おっと強烈エルボー、まあ、代表の佐々木隆はこのヘイゼンバーグ平田などのこう新人と、まあ、ライバルになるといいというふうに期待しているようです。さあ力の差を見せつけていきました東坂本。今の一発でちょっと体力そがれましたがね、立ち上がることもできないぐらいね、クリーンヒットしたということですね。まあ、この辺やはりね、あのたった一発の技ですけども、しっかり入ればこれだけの、ね、破壊力があるということですよね。カズマがおっと巧みにリストを取っていきます。ここでマンモスにつないでいく。マンモスが強烈なストンピング。おっと逆水平、どよめきが起こります。マンモス一発一発が重いですね。カズマ選手と組むようになってからやっぱりより自由にそれこそフリーダムに戦うようになったなという気がしますよね。もちろんあの杉浦選手とのコンビでベルトも持ってて活躍はしたんですけども、あのチームはどちらかというとやっぱりマンモス選手が杉浦選手をこう高めていくというか、その良さを引っ張り出してなお成長させていくというのがありましたからね。けどここでね、あのちょっとパートナーを変えてカズマ選手とやることによってそういったものを考えることなくもう自由に暴れ回ることができるようになったということで、まあ、それがね、本当タック戦線とか本格的に乗り込んできたら面白くなりますよね。マンモスはこのカズマとのタッグ非常に楽だというふうに言ってました。組んでて楽だというこのカズマとのタッグ、もともとカズマ選手がそのフリーダムスのリングに上がるようになって、カズマ選手の方が先にマンモス選手にあの目をつけた形でしたからね。ロープ送っていきます。カズマがショルダースルー。カズマも様々なリングを渡り歩いている一匹狼であります。まあ、本当に様々なリングに上がっていますので、こういうタッグにもすんなりと溶け込んでいきますよ ね、 彼はね。どんなタイプと組んでもそのタッグチームとして機能させるものを持ってますよね、はい、カズマ選手は。お、背中にチョップですね。正面から逆水平、源太郎が攻め込まれています。マンモスまだ余裕が伺えます。今のところ源太郎選手の持ち味であるレスリングのうまさがね、まだ鳴りを潜めてますね。あ、ヘッドバット一発で倒しました。源太郎も最近は若手の壁としてこの新人たちにリングの厳しさを伝えています。前回の後楽園ですかね、あの平田選手と、はいはい、一騎打ちでやったんですけども、まあ、デスマッチだったんですけども、はい、あの有刺鉄線でね公式にするというなかなか見られないような ね、 その衝撃のフィニッシュシーンでしたけどもね、まあ、それやるときはやるということですね、源太郎選手、はい、普段はデスマッチやりませんが、ね、やるんだったらこれぐらいのことをやれということを平田選手に、まあ、教え込んだということになりますよね。源太郎がヘイゼンバーグにスライダー、おー、ショルダータックル、当たりが強いバックエルボー、カズマボディスラム、しかしあーっと背を向けてしまった。後ろを見たら違う人間がいましたね今ね。おっと後ろに着地しました。ラリアット、おー、マンモスを倒しました。ヘイゼンバーグが源太郎を呼び込む。カズマを叩きつけます。その間に源太郎がトップロープ、ダイビングエルボードロップ、胸板にヒットしました。さらにヘイゼンバーグがブレインバスト、源太郎サイドいい流れを作っております。さあここはガンガン攻め込んでそうですね、はい、センバーグ次は何か、バックドロップの体勢、カズマが踏ん張ります。ラリアットは空を切る、おっと、エンジン切り、これね、ヘイゼンバーグ選手、あのちょっと待ったっていう日本語を理解してしまったんですよね。なるほど、理解できなければあの止まることなかったんでしょうけども、人間ってやっぱ待てって言われると一瞬止まっちゃうじゃないですか。そうですね、反射的にね、フラッシュマンズタイムストッパーですね。
体を上げながらスプラッシュ、マンモスが突っ込んでくる、おっとハイキックとラリアット、サンドイッチ攻撃だ。そして2人で抑え込んでいった、息が合ってきましたね、この2人はね、有言法ってやつですね、カズマがしっかりとゲンタロを抑えている、マンモスがラリアット、しかしヘイセンバーグはバックドロップ、足を抱えてのバックドロップ、ヘイセンバーグ、マンモスを抑え込んで、ここはカウント2、健太郎がマンジ固め、カズマを足止めする、ラリアット、ヘイセンバーグのラリアット、しかしマンモスは倒れない、2発目、ロープへ飛んでいく、あーとマンモスのラリアット、そして引きずり起こして、何があるか、おっと健太郎に強烈な一撃、そしてよしトダウン、パワーボム、マンモス佐々木強烈だ、おー返した、おー返しましたね、いや返しましたね、しかしあーキャメルクラッチ、すごい反りマンモスのキャメルクラッチ、いや強烈でしたね、あのアッサンボムを返されたことで頭にきましたね、はいはい、マンモスは、なるほど、マンモスが怒っております、すさまじい反り具合のキャメルクラッチでマンモス佐々木がヘイセンバーグを仕留めています。第3試合タッグマッチ、時間無制限日本勝負、進む竜也ドラゴンリブレバーサス、グーとブラザーヤッシー、まずはドラゴンリブレ進む竜也が入ってまいりました。フリーダムズストロングの旗頭進むは UWA 世界ジュニア王座をブラザーヤッシーに奪われております。まずはドラゴンリブレ、そして進むユーヤ、フリーダムズの2人がまず青コーナーに立ちました。進むは1年間守り続けていた UWA 世界ジュニア王座を5月にブラザーヤッシーに奪われました。しかしながらアイスとの戦いはまたあると進むは話しております。さあその新チャンピオンのブラザーヤッシー、そして軍曹が姿を現しました。ヤッシーは去年広島ダブプロレスに入団、今年フリーダムズマットに参戦しまして、5月に進むから UWA 世界ジュニア王座を奪取しております。これが自身初のシングル王座体感でありました。そのベルトをしっかりと持ってきております。ベルトを誇示します、ブラザーヤッシードブプロレス軍曹であります。ヤッシーがお得意のマイクアピールから奇襲攻撃、ゴングが鳴りました。さあダブルプロレスの試合というのはこれ場外戦は音楽が流れるんですね、ずっと試合中の音楽が流れる形ですね、はいはい、まあ、これはもともと ECW 時代ね、ニュージャックというレスラーがこれ始めたのが発祥とされてますけど、まあ、そういった文化がちゃんとこうやってねダブルプロレスのこと継承されてる形ですよね、まあ、これがまたトランス状態を生み出すんですよね、お客様見てるお客様にもね。ああ早速場外乱撃戦になります。
そしてこのセスルとヤッシーがベルトを巡って現在対立してますよね。そうですよね、UWA のベルトというのは、ね、そのメキシコが発祥で非常に由緒あるタイトルなんですけども、まあ、それを1年間保持していながらブラザーにちょっと足を救われた感じですからね。そうですね、進む優也としてはやはりそのブラザーから脱会したいでしょうね、この UWA 世界ジュニア王座を進むは5回防衛1年間守り続けてきましたが、このヤッシーに敗れベルトを奪われております。まあ、本当初代王者がエルソリタリオ で、ね、ドクトルワグナージュニアとかね、そういった、ビジャーの3号とかそういった歴代の、ね、スペルエストレイジャーが巻いてるベルトですからね、日本ではあの永瀬館長も巻いてますからね、このベルトはね。そのベルトをヤッシーが今持っています。7月に藤田実を破って一度ヤッシーは防衛しています。そして音楽が流れ続ける中、試合が続行しています。まあ、これやはりドラゴンリブレが狙われてしまうでしょう ね、キャリアを考えると。ドラゴンリブレはフリーダムスの3年目の若手であります。まあ、彼もなんとか殻を破ろうと、まあ、必死にもがいているわけなんですが、しかし今日はちょっとダブプロレスの2人に一方的に攻め込まれております。スープラトンのキック、まあ、こうやってね、その音楽が流れてるっていうだけでも完全にこれはもうダブプルス側 の、 その空間ですから ね、 そ、 うですね、それを打破していかなきゃいけないわけですからね、はい、やはりいつもとこの違う雰囲気、集中力もそがれるでしょう。ただこのウンソ選手もね、そのフリーダムズに上がる前まではこう、ね、広島で活動していて、まあ業界的には無名に近かったんですけども、けどそのフリーダムズのリングで、ね、デスマッチですごい試合をやって認められた男ですからね、はい、まあ、本当このリングに関してはゼロからのスタートだったという意味ではそのドラゴンリブレと変わらないわけですから、はい、誰もが、ね、蒸し上がれるリングですからね、フリーダムですからね。軍曹はダブプロレスを率いています。フリーダムスには継続参戦しています。ダブプロレス団体そのものがどん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 、ね、その成長していって、同じ所属の谷崎直樹選手が今 ね、プロレスリングバサラではユニオンマックスのベルトを持ち、ダブのベルトと2冠王ですからね、本当にさまざまな団体に各選手たちが出ていって、活動してますし、活躍してますし、なんといってもダブプロレスではレイ・パロマという騎士様もいますからね、あのレイ・パローマは全日本プロレスの、ね、ますね、あのエボリューションの広島支部長ですからね、いや本当にダブプロレスはここ数年でどんどん広がってきております、はい、本当地方の団体に夢を与えていると思いますね。そうですね、本当無名で、はい、あの中央でなかなか試合ができなくても一つ何かをきっかけに、ね、すればのし上がることができる、支持されるというのをダブプロレスでは見せてますからね。その道を作ったのがこの軍曹であります。ドラゴンリブが今足引っ張りましたね。ヤッシーがタッチを妨害しました。この辺は落ち着いておりますブラザーヤッシー。人の足を引っ張るのが本当うまいですよね。そうですね、年季が違いますね。おっと、グンソがグラウンドのコブラツイスト。依然としてドラゴンリブレが孤立しています。グンソがポールに行く。まあ、やってタッチを落としても、ね、パートナーが今、ね、邪魔されてしまったんでなかなかこれタッチできないですよね、はい、一方こちらの赤コーナーは速いスイッチワークです。また2人でドラゴンリブレを攻め込んでいく。ヤッシーがラリアット。おっと、グンソも続いていきます。流れるような連携、バックブリーキの体勢、レッグドロップ、合体技ズバリと決まりました。カウント2、面白いように攻めますね。そうですね、そういう意味ではダブプロレスも、ね、負けじとフリーダムですよね。ヤッシーが軽々と持ち上げて叩きつけました。UWA チャンピオンのヤッシー、このところ勢いに乗っております。その勢いそのままに今日も好調だ。
トップロックからフライングビッグヘッド、おっと自爆、そこをタッチできますかね、はい、ドラゴンディブレが進むにようやくつなぎました。進むがまずは軍曹に突っ込んでいく、そして因縁のヤッシーと1対1になった。トラスキック、しかしすぐに軍曹が入ってきます。また2対1という局面を作りました。ダブプロレス、ロープ送っていく進むが、おっと2人を鉢合わせにする、ラウンダースキック、軍曹を追放します。ヤッシーが進むを対角線へ、キックを浴びせる、ロープへ飛ぶ進む、おっとマンハッタンドロップ、急所を狙いました。スパートレグラリアット、急所を打ち置きながらもレグラリアットで反撃、進むユウヤ、ブレインバスターの体勢破れました。走り込んでランニングローキック、ヤッシーが自力で肩を上げました。これ軍曹が帰ってくる前にちょっと勝負をつけたいところでしょうね、スムユーヤとしては、機動力やはりダブプロジェクトが勝っていると思いますので、はいはい、そこに翻弄される前に勝負を決めたいところです。おっとヤッシーがうまく肩をつけていった、うまいですね今のはね。ブラドラコーヒーロー、進むが着地した、おっと進むがカウンターのビッグブーツ、まあ、ヤッシーはリングを離れた時期もありましたがキャリア18年、経験は豊富であります。そのヤッシーを引きずり起こしました進む、ダブルアームの体勢、おっと垂直に持ち上げた、おっとガットマスター膝が、さあ顔にめり込んだ、しかしカウンター2、すかさずクロスフェイスに行きます。クロスフェイスで捕獲していった進む、おっと体を反転させて中央に戻しました。あ、軍曹がカット、うまく捕まえた進むでしたが、軍曹がカット、その軍曹を場外に落としましたドラゴンディブレ。ディブレがやる気出しますね、まあ、先ほど散々やられてますから ね、はい、これはさすがにやり返さなきゃ気が済まないでしょう、はい。フリーダムズサイドが2人で連携していきます。しかしおっとハイキック、軍曹ダブサイドの速攻、あ、今レフリーが見てないところで、おっと、はい、椅子を使いましたね、はい、スイングショットのレッグドロップ、ダーティーなインサイドワークを駆使してきますダブサイド、ベースボールスライド、進むがリングに入れません。ドラゴンディブレを狙っております。おっとツーネストの体勢、おっとクラミジア、そして腕をクロスさせてカバー、肩を上げました、自ら上げましたね、いや今決まってたと思うんですが、もう一度クラミジアか、ダーリブレ、おっとキングストーンパイルドライバー、ドラゴンリブレひくりとも動けません。おっと進むが収まらないドロップキック、試合はブラザーヤッシーの勝利ですが、進むの感情がエスカレートしております。いやー、ヤッシーはやはり調子いいです今ね。そうですね、進むユーヤに勝利を見せつけるためにあれ2度やったわけですね、はい、はい。ああ、これは2人の離婚というのも尾を引いていきそうであります。ブラザーヤッシー、ドラゴンリブレを仕留めております。最高のこの関西人の20周年で俺らが多分プロレスで招かれたわけやけども、おい、このベルトに関しては今日何も一切触れてないぞ。おい、でもな、一人おったよな、このベルトに反応してるか俺に反応してんのか、さあどっちや。どっちでもええねんけどよ、やっとケツに火がついたようやね、このフリーダムズのジュニア戦線を盛り上げる気になったようや。さあ
今日は一言も触れてへんけど、このベルトの行方はどうなんねやろかな。俺らが取られんのか守るのかどっちや。この話はその次の話や。今日はこれぐらいで勘弁しといたろ。ああもうね、あいつをいつまで遊ばせてるんだっていう。誰もあいつの興味、ベルトに興味あるのねえし、俺だけじゃねえか。もういいだろ。次のホールでもう強引にあいつとのタイトルマッチ決定だよ、決定。これ以上遊ばせてねえし、戦略はどうこう言わないよ。成功法じゃなかろうがなんだろうが、勝ちは勝ちなんだから。俺が行くしかないだろ。もう次9月のホールでタイトルマッチ決定。もういい、俺が決める。以上。第4試合ストリートファイトスクランブルバンクハウスデスマッチ、時間無制限一本勝負。佐々木隆カムイ平田智也 VS 正岡大輔ミエドエクストレモシクロペ。フリーダムズの大将佐々木隆の登場であります。カムイ、そしてルーキーの平田、しんがりは佐々木であります。おなじみのガウン姿、フードをかぶっております。勢いづくロス・ノバダスに格の違いを見せつけるでしょうか。まずはフリーダムズ生え抜き黒のショートタイツ平田智也、そしてマスクマンカムイであります。佐々木隆が最後にコールを受けました。いつものように右手を天に差し上げました。佐々木隆であります。ストリートファイトスクランブルバンクハウスデスマッチ、佐々木隆、カムイ、平田智也のトリオがロス・ノマダスを迎え撃ちます。ロス・ノマダスはメキシコデスマッチファイターの軍団、そこに正岡大輔が加わりまして、現在フリーダムズマットで勢力を拡大しております。出てまいりました。ミエドとシクロペ、あのビオレントジャックと同じメキシコのデスマッチファイターです。残虐なデスマッチを世界で展開しています。正岡は KFC タッグチャンピオン、ジャックと組んでマンモス杉浦組からベルトを奪いました。オーバーマスクをかぶっております正岡大輔。ロス・ノバダス、まずはシクロペであります。日本でどんどん進化しておりますミエドエクストレモ。この試合はストリートファイトスクランブルバンクハウスデスマッチです。ルールはまず両軍が所定の位置につきましてカウントダウンでスタートします。リングに置いてあるアイテムを奪い合い戦っていきます。反則裁定はありません。やはりまずケンさん、入院して先バットを手にしたいですね、はい、そうですね、ゼロになったと同時にスタートして先にリングに入ってその入院して先バットを、ね、どちらが取るかという、ね、はい、ことになりますよね。これ大体みんなズルするんですよね。ゼロになる前に走り出すんですけども、フライングしてしまう、フライングするんですけどもね、さあどうでしょうかね、はい、この両チームは。両軍が今所定の位置につきました。ここからカウントダウンでこの有刺鉄線バットを取りに行きます。動きましたね。ノマダスがフライング気味、ブーイングが飛び交います。シクロペが入りましたね、はい、シクロペが取った、おっとカムイがドロップキック。そうなんです、この手にする瞬間に隙が生じますからね。そうですね、カムイが有刺鉄線バットを取りました。おっとまずこのバットを使っていきます。元に入りましたね、まあ混戦になりますのでチームワークが非常に大事ですね、はい、ま
正岡がバットを持った。正岡は3月から宿敵ビオレントジャックと結託しました。メキシコ軍団ロスノマダスと合体してフリーダムズのトップ勢に牙を剥いています。おっと平田が突っ込んでいきました。ダブルラリアット。いや黒のショートタイプでデスマッチやるのいいですね。いいですよね。それ自体がねその平田選手のオリジナル、個性になりますからね。平田はフリーダムズ期待のルーキー、デビューおよそ9ヶ月24歳です。その平田が早速爆発していきました。カムイが行く。正岡を捉えます。おー平田があっとスパインバスター。すごいスパインバスターですね。すごいですね。まあ、元々パワーもありますし、総合の、ね、経験もありますし、下地がしっかりしてるんでね、そこにもかかわらずデスマッチがやりたくて、そうなんですね、平田はデスマッチに憧れまして、葛西に憧れましてフリーダムズの門を叩きました。まあ、5月にはすでにデスマッチデビューをしております。さあ佐々木隆が正岡に押し置き、最後はこれは7年殺しですね。そうですか、ね、7本の指を相手の肛門に入れるとね7年後の命が定かでないっていう、はい、伝説の技ですね。お、こちらではカムイが傘で攻撃しております。最近のプロレスはその肛門もねよく狙われたり使ったりするんで、そこまでやっぱ鍛えなきゃやっぱプロとしてやれないのかっていう、本当そういうレベルに上がってきますからね。なかなか鍛えられない場所ですからね。なおかつ食らった時に耐えなければならないっていうのもあるじゃないですか。耐久力が必要じゃないですか。まあ、本当にもうレベルは上がる一方ですね。ね、ああいう攻撃は幼少時代に、ね、皆さん経験があると思いますが、はい、本当に痛いですからね、はい、で大人になってからあまり経験しないじゃないですか。そうですね、確かにそれ言えますね。おっと傘を突き刺していきます。傘を刺してますね、ドロキック。いやしかしこのフリーダムズサイドも非常に今のところうまく、ね、はい、対処してますよね、はい、こういう、ね、デスマッチに。どうなんでしょう、ゲリラ戦になるとやはり、メキシコチームの優位になるんじゃないですかね、はい、思い切って傘で平田をぶん殴っていきました。シクロペであります。正岡とカムイがリングに入りました。有刺鉄線バット、正岡がそれを振り下ろしていく。容赦なく振り下ろしました。起きますね。バットをカムイの体の上にセットする。おっとリバースのエルボーでしょうか。スマイルスプラッシュになりましたね、はい、今ねエルボー出したので、はい、いやこれはもちろん自分も痛いですからね。痛いって言ってますね。おお、なんだなんだ、カムイのマスクに手をかけました正岡。いや正岡もだいぶこのノマダスに入って荒っぽくなりましたよ ね、はい、そうですね。これデスマッチルールなので、通常のルールでしたらマスクを剥がすと反則負けになるんですけども、デスマッチルールなのでもしかするとこれマスクを剥がしても反則負けにならないかもしれないですね、これね。となるとカムイ選手はもうどうしても素顔を守らなければいけないので、やはり動きが止まってしまいますよね。カムイがマスクを気にしています。ミエドはマスクマンではないのずっとマスクかもしれない。そうですね、これもう一点集中ですよ、はい、カムイが赤コーナーに捕まりました。おっと急所のあたり、いやいやまさかまさか、椅子を縦にセットしました。おっとシクラペがフルスイング、カムイが悶絶します。いやこれはたまんない。いくらね球を打つのが野球ならばって言いますけども、球違いですからね、
けども、頭打っちゃいけませんね、はい、ベース一周して、はい、喜んでますね。そしてミエドが入ります。ミエドもビオレントジャックと同じくメキシコのデスマッチファイター、23歳、2016年に初来日、こういった飛び技も難なくこなします。軽々とねバルキリーも決めちゃいますからね。そしてシクロペに伝えていった。シクロペは2015年にフリーダムズに初来日、27歳メキシコ出身です。小柄ですが非常に危険なムーブがあります。ロープを往復していく、おっとさらに勢いをつけていく、おっと早くしろって言ってました、はい、ミエドが日本語で早くしろと言っています。おっと仲間あると見せかけて仲のいいところを見せました。まあ、この辺やはりメキシカンですね、熱くなりやすいんですけども、はい、非常に、ね、深い、人種ですよね。二人が連携していく、おっとダブルのテイクドロップキック、結局息ぴったりですからね、ロスノマタスのこの連携攻撃の前にカムイがなすすべがありません。正岡とエルボーが、あっと正岡サミングロープへ飛んでいきます。おっとフランケンシュタイナー思い切り突き刺しましたね、今ね。身を乗り出している佐々木隆がリング内に入っていきました。メキシカンの2人を突き飛ばして、この部屋はベイスターズファンですからね。鈍い音がしました。おもう一度完全にあれですね、コラケホール横浜スタジアムだと思ってスイングしてますね。佐々木隆選手はすごい音がしますね、お何発打てば気が済むのか。3発目、ああ こんな打ち方ないですよね、剣道ですよね、あれじゃね、はい、ロープ送っていくサイドキック、佐々木隆動きも切れています。再びバットを持った、やはり使い慣れております佐々木隆。このバットの上に有刺鉄線バットの上に落とそうというのか、さすがにこれは正岡選手も食らえないですよ。あ、嫌がってますね、はいはい、嫌な時はちゃんと嫌って言った方がいいですね。おっとしかしっていたのに、佐々木隆が全く容赦なくパワーボム投げ捨てていった。意外と願いって叶わないもんですよね。全く聞いてもらえませんでしたね、しかし正岡がバックに回る、おっとレッグラリアット、そしてメキシカン2人を呼び込んだ。いつの間にかシクロペもマスクをかぶっております。ミエドトランスキック、おっと早いぞ、あサンドイッチトランスキック、ミエドもマスクを取りました。お佐々木を身動きができない状態にしました。何をするんでしょうか。シクロペがトップロープ、カムイと平田が救出に入ってきます。あ今何を落としたんですかね、ちょっと分かりませんでしたね、シクロペが場外の佐々木に走っていく、滑り込んで上を通過しました。佐々木の上を通過した、おっとティゲラー、カムイが飛びつを、おっとミエドがラウンドアースキック、カムイ場外、ミエドが助走をつけている、あいった飛べ、おっと体をひねっていきましたね今ね。まあ本当メキシカンなんでね、飛び技も得意なんですよね、デスマッチだけじゃないんですよね。正岡もあった、しかし正岡はエプロンに叩きつけられた、
カムイが飛んでいく。ケプラーター大空中戦になりました。え、まさに平田が、平田行くのか、ルーキーの平田が飛んでいった。田辺選手行きましたね、平田コール、平田コールが起こっております。いや、なかなか良かったんじゃないですか、はい、いや、この体でトップいったらそれ迫力ありますよね、ちょっとあの大日本プロレスの関本大輔が放送させるね、凄まじい止めでありました。さあ今ので流れを、ね、変えられたらいいんですけどもね、はい、佐々木と正岡であります。なだれ式ブレバスター。そして平田が入ります。担ぎ上げてオクラホマスタンピート、カムイがスワント、勝機、あ、なんとカウント1も入れさせませんでした、はい、ミエドがなだれ込んできた。いい感じで攻めてはいるんで、勝機でやりますよね、はい、ここね分断しました、はい、ノマダスを分断した。カムイが優秀戦バットを置く、この上に落とさんとしております。何で落とすのか、おっとタイガードライバー、後頭部が優秀戦バットにめり込んだが、いやー、パワーボムだけでなくタイガードライバーでも叩きつけられるという、これじゃ背骨何本あっても足りないですよね、正岡選手はね。あっとシクロペが背後から椅子攻撃、正岡がおっとマスクを取った、そしてそのままスモールパッケージホールド、先ほど言った通りになってしまいました。あ、そうですね、そうなんです、マスクをあのレフリーの前で剥がしても反則にならないんですよね、カムイがちょっと隙を見せてしまいました。その一瞬の隙を過ぎて正岡がマスクを取って振り固め、スモールパッケージホールドで3カウントを奪っております。いや、うまいですね、うまいですね、狙っていたかもしれないですね、正岡の狙いがズバリはまりました。ロス・ノマダスの勝利です。いいか、おい、葛西潤なし出てこい、ほら、あ、20周年、お、仲いい、弟みたいなやつをつるんで、デスマッチやるんだって、おい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 、どんだけになるか分かってんだろうな、お前はこのマスクはその時まで大事にドブにしておくから取りに行くわよ。結構やめんなよ、お前は。今日もな、一回の出来事がてめえに何もたらすか、しっかりと覚えてるよ、お前は。覚えてるよ、お前は。ちょっと帰れよ、お前。セミファイナルパッケージパイルドライバーコントラパッケージパイルドライバー蛍光度プラスアルファデスマッチ、時間無制限日本勝負、吹本健二 VS ビオレットジャック。パッケージドライバーコントラパッケージドライバー、この試合に己の必殺技をかけて吹本が入ってまいりました。この技を使い始めて、俺はデスマッチでこの地位まで来た、そう吹本は言いました。ここ数年の躍進を支えてきた大事な技を守り抜く。なにわのドブネズミ吹本健二であります。対するビオレントジャックはフリーダムズの最強外国人、最も危険なメキシコのデスマッチファイターです。フリーダムズ最強の証 KFC 王座を2度取っています。そんなタフで凶暴な男が吹本を狙います。出てまいりました、
必殺パッケージドライバーで何人もの日本人レスラーをリングに葬り去ってきましたビオレントジャック。どちらが本物かはっきりさせよう。吹本を全く恐れていない29歳の恐るべきデスマッチファイタービオレントジャックであります。この試合はパッケージパイルドライバーコントラパッケージパイルドライバー、共にパッケージパイルドライバーを必殺技にしている両者がその技をかけて対決です。まあ、ケンさん、はい、敗者はパッケージパイルドライバーを使えなくなるというルールですね。まあ、そういうことになりますよね。まあ、例えばこれは長州力対スタンハンセンに負けた方がラリアットを使えなくなるというのは同じですからね。これはね、どちらにとっても絶対負けられない。当然その技を使えなくなるということはそれだけね、その勝つ確率が低くなってしまうわけですから、はい、今後にも左右するということですもんね。さて試合形式は蛍光灯プラスアルファデスマッチです。蛍光灯に加えましてこの十字架のガジェットボードでしょうかね。ガジェットボードですね。吹本選手はガジェットボードを持ち込みましたけども、はい、果たしてビオレントジャックは何をね、奥手として隠しているのか、はい、まだわからないですね。いずれにしても凄まじい戦いが予測されます。おっと早速蛍光灯に送ってきましたが踏みとどまった。おっと吹本は危ない。その一本を取った。おっと自らの頭で叩き割ります。そして食べています。これがねエネルギー源になるって言いますからね。ちょっと考えられない考えられない光景がのっけから蛍光灯の餌食。吹本がたまらず場外へ。ビオレントジャックがそれを見てロープに走っていきます。あっと吹本が迎撃しますが空振り。そして冷静に対処しましたビオレントジャック。見られてましたね。サイドいきます。ああ止めたヒーロービオレントジャック。メキシコのアラブル怪獣であります。キャリア14年29歳、2012年に初来日しました。デスマッチで葛西武田らと渡り合いフリーダムズのトップの一角に君臨しております。2016年からはほぼこのフリーダムズマットに定着しております。まあ、本当にこのビオレントジャック全てが揃った、はい、いい外国人ですよね。本当ですよね。そして何よりもカリスマ性がありますよね。そうですね。フリーダムズ の、ね、そのファンの皆様のハートをもうわしづかみしてますからね。日本語も上手ですしね。ジャックは現在正岡と KFC タッグ王座を保持しております。外国人選手でここまで外国人のデスマッチファイターでここまで日本で受け入れられた選手といったらもう残敵以来になるんじゃないですかね。一方のフリーダムズアンチェインの吹本はキャリア20年、40歳のデスマッチファイターです。ただ吹本もこのところ評価を上げてますよね。そうですよね。やはり吹本選手はその、ね、他団体である大日本プロレスのリングに上がって、はい、そこでも評価を受けてますから、高めてましたからね。さあその躍進の一つの支えになっているパッケージパイルドライバー、ここでそれを奪われるわけにはいきません。しかし序盤からジャックのペース。おっと椅子ごと叩きつけていく。この辺のアイデアは素晴らしい。ビオレントジャックこういう発想はすごいですよね。通常のボディスラムに何か一つ、ね、アレンジを加えただけで相当なダメージを与えることができるんですからね。やはりこうデスマッチはセンスですよね。今はね特にね蛍光灯を2本持ちました。それをおっとシャツの中に差し込んでいきます。この状態でわーっとニードロップ、一発目では割れませんでした。ニアズマこれは割れた。でここから終わらないんですよジャックは。あーっとボーアンドアロー、ここですよね。シャツの中に蛍光灯を入れるまでは砕くまでは思いつくと思うんですけども、そこからあれですからね。なるほど、まさにコーナーを織り交ぜていきますビオレントジャック。非常にクレバーな外国人であります。セコンドには同じこのノマダスのシクロペとミュードの姿も見えます。おっと
対角線にはガジェットボード、木本が持ち込んだガジェットボード、それに送っていかんとしています。これ皮膚に食い込んだら離れないやつですよね、ガジェットボードはね。木本が振っていった、踏んだ、おっと突っ込んだ、木本が突っ込んだ、ジャックの背中に、おっとガジェットが突き刺さっている、刺さってますね。おっとまだ一つ刺さって状態、ボディースラム叩きつけた、ジャックが珍しく悲鳴を上げています。まあ、このガジェットは吹本選手がよく使う武器なんですが、これはあっと腕にめり込ませる、完全に BCG 反応ですよね、これね。あ、ちょっとこれはすごい状態になっています。血が滴り落ちている。あの切っ先がね、こうあの鍵状になってるんで肉をえぐるんですよね、このガジェットボードって、しかしまだ刺さっ、おっと吹本が自ら突き刺してみろと腕を出しました。こういった何のためにやってるかって話になりますよ ね、 そうですね。要は意地を張ってるわけですよね。お前もやってみろと、それでも俺は大丈夫だぞ、頭に来いというジャック。そうなると俺にもやるということになりますよね。これはでもマスクをずらしました、自らマスクをずらす、頭に刺さっている、切っ先が頭に刺さっている、お血が滴り落ちる。うわー、ご覧ください、この血滝のように落ちてましたね、今ね。正しい量の血です。ちょっと周りの場内も引いております。そうなると吹本も負けてられないわけですよ。吹本も意地を張る、あ血が滴り落ちる。こういったことでもデスマッチマッチは負けてられないんですよね。我々は負けを選びますよね。いやまだ刺さったままだ、額にガジェットが刺さったまま、完全にもう全身がもう人間掲示板ですよ。目を背けたくなるような場面であります。ご覧ください、左の二の腕、すごい位置です。ヘッドバット、当然自分の下にもめり込みますからね。いや、さすがにフリーダムズの、ね、デスマッチを 見慣れてるファンも今ちょっとどよめき、ざわめきが消えないですね。これはすごいですね。いやもう滝のように血が滴り落ちている。ちょっと普通の流血とは違います。吹本が突っ込んでいく、白いペイントが真っ赤に染まっている。ジャックが担ぎ上げる、あまだ何かしようというのか、ロープ越し蛍光灯、あった、蛍光灯ごと蹴るようになっていった。エプロンからスリングショット、ディティジャックは華麗な動き、しかもちゃんと破片の上ですね。カバーに行く吹本選手、今日赤のペイントしてきたわけじゃないですよね。白のペイントですよ、ですよね。いや紅白なのに全然めでたくないですよね。いやいやいや、もう真っ赤に染まっている顔面。ジャック残虐なデスマッチファイターです。稽古と思ったままドロックボトム、肩を上げました吹本。常に通常の技にアレンジが施されているというね。両者は3月にメキシコで当時の KFC 王者ジャックに吹本が挑戦しまして、その時はジャックが勝利しました。吹本はまだこのジャックに勝ったことがありません。そんな相手に己の大事な必殺技をこの試合かけております吹本健二。それともう一つやはりこのパッケージドライバーの打ち合いに終盤になってくるでしょうね。やはりね、こういうコントラ戦ということで、その技で決めたいというのは2人ともあるでしょうからね、バックドロップの体勢、吹本、吹本の顔面真っ赤になっております。バックドロップ、しかし立ち上がる、ビオレントジャックタフであります。KFC 王座をこれまで2度獲得しています。来ますよ、あパッケージ狙います。しかし吹本が切り返していく、おっとうまく丸め込んでいった。
三角締めに行った。これ三角締め。腕を伸ばしているアムバーカー下から決めております。しかしジャックがわーっと力で上げるとしている。さあ逆に腕十字を狙います。サブミッションを狙っていくビオレントジャック。首も決まっております。顔面血だるまなんで血が目に入ってあのロープとの距離がつかめないですよね。あ、なるほど、しかしそれでもじりじりとロープに進んでいく吹本。蛍光灯、しかし立ちましたよ。一瞬ひるんだジャックですがすぐによく立ち上がって蛍光灯で軽く一撃。冒頭で相手の頭を叩き割る。木本が自らの頭で叩き割った。最近はあのガジェットでできたのに、ね、その傷口に入りますからね、破片が。そうですよね、はい、ジャックが木本をリフトアップして、あ、ビオレントブレイカー、ビオレントブレイカーボディに行った。吹本肩を上げた。お互いの必殺技パッケージパイルドライバーがかかっております。この試合ジャックが仕掛けに行く。パッケージパイルドライバーの体勢、あー、いった、パッケージパイルドライバー。さあ吹本返せるか。返した。いやー、よく返しましたね。思い切り今弾みましたからね。いやー、決まりましたね、ジャックどうか。マスクの隙間から不気味な瞳が光っている。ビオレントジャック意地でもこの技でスリーカウント消したくないでしょ、2人とも。しかしジャック優勢。ガジェットボードを持ち出した。ガジェットボードを置きました。また嫌な予感がします。完全にこの上に叩きつける、十字架に貼り付けにするつもりですね。木本目がうつろになっている。ここにパッケージで行こうというのか。吹本危ない。あ、リバースで返した。あ、しかしジャックが起き上がる。エルボーの応酬、あっとキック。いや、これラリアットで、あ、そうですね、打ち消しましたね、はい、おっと張り手小手です。木本はカウンター。さあ今度は吹本が、吹本が仕掛けていく。パッケージパイルドライバー、これも弾みましたよ。ジャックをつけさせた。あー、返した。お互いに一発ずつ打ち合いましたね。これコントラ戦じゃなければ本当ね、はい、力尽きていたかもしれないですよね。木本もう一度狙います。しかしジャックが返さんとしている。持ち上がった。おっと、後頭部を掴んで足を掴んだ。下にはガジェットボードシュマイン。ガジェットに脳天を打ってしまった。出しましたね、ここでね、プラスアルファを。おっとジャックは、おっと空き缶が埋め込まれた。蛍光灯、空き缶が輪切りにされております。空き缶が輪切りにされている。さあその蛍光灯の束を吹本にセットしていった。ジャックがトップロープで上がっていく。危ない吹本、あ、吹本が裏返した。吹本が裏返した。ジャック大ダメージ。しかしジャックがかわすラリアット。吹本ショートレンジからラリアット、しかしすぐに起き上がってくる。蛍光灯の破片がさあ散らばっている。そこへブレンバスター。吹本チャンス、わー、上がるか。体勢崩れた。もう一回ジャックもこらえている。あーった、パッケージパイルドライバー。吹本2発目のパッケージ発射。あー、3入った。うわー、
勝ちましたね。木本がジャックに初勝利、必殺技を守りました。いやー、経済いかがでしたか。最後やはりこの技で決めましたね。最後ね、その蛍光灯タバト、そして、はい、あの足換ですね、はい、あれをひっくり返したってところであれで流れが変わりましたよね。そうですね。いやしかしビオレットジャックにシンプルで勝つのも本当すごい大きなことですよ。いや、本当そうですね。いやこのリプレイをご覧いただいてますが、これもガジェットボードの上ですからね。最後パッケージよく上げました。吹本、吹本が勝利です。ジャックに初勝利。これ吹本またこれで勢いに乗りますね。そうですね。マイクを持ちます吹本。いやー、後楽園が大吹本コールですよ。ドブネズミと言われてる男が。ジャック、今日のパッケージ500枚をかけた試合はお前の言い出したことやったんだよ。お前二度とパッケージ500枚は使うのよ。もしか使うんやったら俺に1万円で欲しい。使用料を払えばいいわけですね。ロイヤリティですね。はい、ジャックさん、あとはね、軍のレストランやから。知ってる。パッケージドライバーがなかったら、世界に通する世界一のデスマッチファイターの一人は、どうなってらっしゃるかね。はい、フキ。おいら、今、お前をリスペクトしてます。本当に。昨日からパッケージ500枚はお前だけ飲む。ちょっと待って、昨日からね。おっと、ジャックがパッケージパイルドライバー。いやー、ジャックもやりますね。まあ、お気土産ということでしょうね、これはね。これを最後にパッケージファイルドライバーを封印するということですね。今までジャックに勝ったことなかったけど、メキシコまで行って負けてるし、今日もね、みんなに試合前からパッケージファイルドライバー使われへんのって、使われへんのだったらどうなんのって、どうすんのって言われたけど、やっぱりこの大一番に勝ったからね、パッケージファイルドライバーは俺のもんやし、まあこの後はね、ジャックがこのフリーダムズのリングに持ってきたもんやから、そのジャックに勝ってね、コントラ戦で勝っていただくっていうからには、やっぱり俺のレスラー、プロレスラーとしての人生が終わるまでこの技を大切に使っていきたいと思います。ジャッククラッシュです。ありがとうございます。メインイベント、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ 23rd anniversary オブザデッド、ローキャンバス&ガラスボードデスマッチ、時間無制限一本勝負、挑戦者葛西純 VS 王者武田正史。聖地後楽園ホールに大火災コールがこだわします。武田を止めてくれ、本物を見せてくれ、そんな願いが火災を後押しする。異様な熱気の中、チャレンジャー火災純の入場です。このリングに命を差し出し、生と死の境を渡ってきた20年、この生き方しか俺にはできない。チャンピオンは確かに強い、だが武田よ、このデスマッチの世界にカリスマは2人はいらない。
デビュー20周年不滅のデスマッチヒーロー葛西純であります。髪の毛を真っ赤に染めてまいりました葛西純。デスマッチ一筋20年その締めのリングに立ちます。コスチュームを脱ぎ去りますと傷だらけの上半身があらわになりました。この傷一つ一つが葛西が20年このデスマッチのリングで生きてきた証であります。今リング内を伺いました葛西純です。武田が歩んできた血染めの防衛ロードは今夜の戦いにつながっていました。相手はカリスマ葛西。武田はその背中をずっと見てきました。だが今は葛西の前を走っている自負がある。デスマッチ2冠王武田正史の入場であります。狂ったリングで魂のせめぎ合いを好んできた武田、いよいよ憧れである葛西の前に立ちます。内に秘めるは一線を越える覚悟。葛西を超えて証明する我こそはデスマッチの新しきカリスマであることを。日本のベルトを携えてリング内を伺ったフリーダムズと大日本2つのデスマッチの頂に立つ男チャンピオン武田正史であります。ワールドチャンピオンシップ 20th アニバーサリーオブザデッドノーキャンバス&ガラスボードデスマッチです。チャンピオンは武田正史2度目の防衛戦チャレンジャーは葛西純であります。命をかけてきた20年チャレンジャー葛西純です。揺るぎなきデスマッチ2冠王チャンピオン武田正史であります。チャンピオン武田2度目の防衛戦チャレンジャーはデビュー20周年で4度目の大会を狙う葛西純であります。さて健さん、はい、どういう試合になりますかね。いや本当今現在における日本のねそのデスマッチシーンの最高峰の、シングルマッチと言っていいでしょうこれは、はい、これまでの歴史を築いてきた葛西純とそしてここから歴史を築こうとする現チャンピオン武田正史がね、はい、開講するわけですからね。そしてこの盛り上がり超満員のファン、すごいですね、超満員のファン大葛西コール、この2人の戦いをみんなが待っていました。まあ、今回ね葛西純プロデュース興行という形で行われてますけども、まあ、フリーザーとしては旗揚げ以来初の札止めということですね。超満員札止め、はい、まあ、それほどやはりこの2人のシングルマッチ影響を熟して組まれてそしてそれが期待されているということですよね。そしてこの試合リングはキャンバスが剥がされて木の板だけになっています。さらにガラスボードがコーナーに設置されています。
まあ、ノーキャンバスということですが、はい、これのダメージというのはどれほどのものなんでしょうかね。いやもう計り知れないものがありますね。本当ボディスラム一発もね、必殺技スリーカットが取れる技に なり得ると言っていいでしょう。そしてこれあの足場がですね不安定なんですよね、はい、これもしかするとこの、並べられているこの板がね、はい、なんか何かの弾みでこれが外れてしまう可能性もあるんです。ご覧のようにガラスボード、まあ、ちょっとこう歩を進めるだけでも不安定なのが分かりますね。チャンピオンの武田は大日本のデスマッチヘビーとフリーダムズの KFC の史上初の2冠王者。デスマッチヘビーの方は去年8月にとって1年間で8回防衛、 KFC の方は5月にビオレントジャックから取りまして1回防衛しました。まあ、武田が本当に今突き抜けたという感じですね、はい、フリーダムズとそして、大日本のリングを股にかけて本当無敵の快進撃ですからね。そして何よりもその防衛戦を重ねるごとにそのデスマッチのクオリティが上がってるというところがまずすごいことですよね。本当に今の武田正史というプロレスは名勝負製造機ですよね、まあ、武田はこの後海外遠征を経て大日本プロレス 9.16 横浜分隊伊藤隆二の挑戦を受けます。まあ、葛西と伊藤この2人を超えれば、はい、もう敵はいないという状況ですね。まあ、本当2009年の、ね、プロレス大賞 そのベストバウト賞で受賞した2人と図らずもこう連戦でたあのタイトルをかけて戦うことになるわけですからね。おっとガラスにブレンバスターで投げんとしているのは葛西、おっと反転させました。今度は武田が狙っている、危ない、緊張が走ります。一緒に被弾するのはどちらか。2人のキャリアの差は9年あります。年齢は葛西が43歳、武田が33歳です。しかし葛西は20周年、まだこの武田に譲れない、そういう気持ちがあるでしょう。まあ、本当高校で、ね、そのレスリング部で鳴らしていた頃からもう葛西に憧れていたわけですからね、武田正史は。あ、今のボディスラムでやはりね、こうやって釣れましたね、板が、はい、蛍光灯に受け身を取っていく武田、この空間ですね、ちょっとこれだけでね、はい、その遊びだと早くも出しますね。前半ですよまだ、はい、もう武田の先輩トップになってきております。このハサミロープを送ってハサミ西カウンターで、そしてハサミで額を、葛西の額を切り刻んでいく、早くも流血、葛西の額が割れました。学校に通っていた頃からこう文房具をいかにデスマッチのアイテムとして使うかっていうのをそういうの考えていた学生だったんでしょうね。そうですね、絶対にこんな使い方をしてはいけません。あー、デッドバット、葛西が流血ものともしない、デッドバットでいきます。ハサミを額に突き刺します。傷口にハサミを突き刺していく、葛西の顔面がみるみる血で染まっていきます。人の頭にハサミを突き刺しまくるのに、ね、合わせてこう場内が一体化するという空間ですからね、本当それはここだけですよね。もうお客さんもアドレナリンが出まくっております。葛西にとってこの武田は弟のような存在だと言います。葛西は武田を認めながらも心に対で言うと心はまだ超えられていないと話しました。心で戦うというこの葛西、顔面整形、顔面整形と言いましたからね。顔の上に椅子をセットして、ただ力に顔面が変形してしまうような強烈な刺激、肩を上げます。いや積極的に攻めますね。そうですね、だからちょっと全く姿勢が回っておりません、武田正史。武田はここ1年で全ての面でスキルアップしましたね、はい、
まあ、過去に武田選手この KFC のベルトはねその一度巻いてたんですけども、その時も葛西選手からダッシュしてるんですよね。そうなんですね。で1年後に葛西選手が、まあ脱会したということで、はい、武田が優位に試合を進めている。葛西が一撃返していった。バックになってジャバー、あった木の板が外れました。この衝撃で外れてしまうんですね。ジャーマンスープレックスで地に穴が開いたかのようでしたよね、今ね。ロープへ飛んでいく。おっと投げっぱなしのドラゴン、板が外れましたがレフリーはそれを直します。硬い方、板の上でこれやってるんですよ。おっとケイコントトスして、そこにジョンウー。いやいや、ジョンウーもこういうことはやらないですから。そうですね、はいはい、もうジョンウーをはるかに超えてしまってるわけですね、はい、武田にとって葛西は憧れ、デスマッチを始める。さあ今のリプレイ、今もねそのドロップキック行く前にちょっと足場がやっぱね、降ってきたんですけども、その後の立て直しが早いですよね、はい、やっぱりデスマッチファイターその武田正史のやっぱ素晴らしいところは体が頑丈なところと、やはりね下地をちゃんと下地があるその運動力ですよね。反射神経から何からそういったものが揃っているからこそ強いわけですよね。ただただ危険なことをやってるだけじゃないんですよね。大量の椅子を持ち出しました。その椅子を手早くセットしていきます。これ何を狙ってるんですかね。椅子の上に叩きつけようというのか。持ち上げてボディスラム。さらに葛西の上に椅子を乗せて、あーっとガラスボードに手をかけた。ご覧ください、この巨大なガラス。どうしようというんですか、これを。先ほどセットした椅子の上に慎重にガラスボードを乗せました。下には葛西がいます。下には葛西がいる。橋の下状態ですね、これはね。これで何をするんでしょうか。何をするんでしょうか。おーっと竹田がトップロープ上がっていく。まさか飛ぶのか。おー飛んだー。ガラスへ突っ込んでいった竹田、先頭は熱海子。ガラスがコッパみじん。いやこれもちろん本人もダメージですよね、これね。武田の背中からも出血です。武田の背中からも出血。しかも今のアトミコの飛距離すごいですね。すごかったですね、トップロープですからね。ウチャドール顔負けの飛距離でしたからね。だからこういうところもね、本当、はい、あの跳躍力運動神経ですよね。武田にとって葛西はデスマッチを始めるきっかけにもなった存在。しかしデスマッチのキングを目指すなら絶対に避けては通れない相手、それが葛西潤です。その葛西相手にここまで押しています武田。膝、葛西胸板持ちで染まっている。いやあの葛西潤が劣勢の展開続いてますからね。まあ、5年前の、ね、8月のデスマッチトーナメント決勝で初めて武田正史は勝ったんですけども、待ってください、これはノコギリですかね。ノコギリですね。その頃より完全にこれグレードアップしてますからね。ノコギリで切り刻んでいこうという武田。おっと葛西が奪い返した。おっと飛びつきの十字固め。あそして腕、そして腕を切り刻む。あっと葛西が上になっている。コンタス、あーっとノコギリで突き刺した。脳天突き刺して武田が笑っています。武田が笑っている。ノコギリ攻撃を飛びつきで十字で切り返せるんですからね。これがこの武田のデスマッチのスタイルですね、はい、そしてね総合の試合も経験している人間ならではですよね、はい、葛西の上に椅子をセットした。武田が多彩な攻撃、おっとむくっと起き上がった葛西。椅子を持って待ち構える。下から椅子攻撃、座面が抜けました。葛
西がにやりと笑って、おっと、なだれ式パイルドライバー狙って、なだれ式パイルドライバー、板間です、板間です、なだれ式パイルドライバーで板に突き刺していった葛西。武田肩を上げる、武田も返していきます。葛西とのデスマッチは武田心と心の勝負になると断言していました。おっと、葛西が板を外します。大きな穴が開きました。リング上鉄骨がむき出しになってますからね。ちょっとこれ何をするんでしょうか。下はもう床ですよね。はい、そうです、コーラケンホールのフロアですからね。ガラス、そこに自らの血で何か描きましたが、20と書いてありますかね。あ、これ20周年の20でしょうね、これはね。なんと自らの鮮血で20周年20と記して、そのガラスをセットしました。下は奈落であります。リングこれ相当高いですからね、下にこれ叩き落とされたら武田選手ひとたまりもないですよ。はい、やはり先ほどの流れ式パイルドライバー相当効いてますよね。お前らもっと盛り上がれ。何をやるかですね。リバースタイガーの体勢、武田これだけは食らうわけにはいかない。踏ん張ります。武田膝蹴り、そして突っ込んでいくか、しかしこらえた、葛西こらえた、武田が持ち上げた、2人で転落していった。いや、ただダメージはこれ葛西のが大きいですよね、明らかに。ガラスをもろに受けたのはおそらく葛西でしょう。ご覧の状態、これはリング下です。さあ、このリング下から2人が起き上がってくることができるか。葛西コール、武田コールも聞こえてくる。武田が先に素敵な表情でリングに生還した。いや、地獄から生還したんですけど、もう生還した場所がこれまた地獄ですよね。そうですね、はい、もはやこのリングに安全地帯はない。葛西潤どうか。葛西も地獄から奈落から蘇ってきた。葛西が笑っている。どんなホラー映画より望ましいですね。ポケットから何か葛西が出します。何でしょうか。何でしょう。竹串です。はい、竹串ですね。葛西が竹串の束を掴んだ。それを突き刺していく。武田の額に竹串が突き刺さった。その状態のままフルネルソン、フルネルソンスキキャメルクラッチ、これあのあれですね、あの大日本人の先輩であるシャドウ WX 選手の WX ロックですね。あ、なるほど。20年をたどるような技を仕掛けていく。顎で押さえてます。本当ですね、はい、武田が悲鳴を上げている。このまま決まるか。葛西がシャドウスープレックスホールド、カウントが進む、返しました。しかし依然として竹串が脳天に突き刺さっている。いや、これ本当こういうシーンってどんなホラー映画でも描かれなかったシーンですもんね。ここだけなんです、本当に。葛西がボードを持ち出した、十字架ボード、
しかもこれカミソリじゃないですかね。カミソリが貼り付けられている。導入しましたね、カミソリ。カミソリ十字架ボード、葛西潤の20年の歴史の中でも切っても切れない、そうですね、はい、カミソリの切れ落とす。おっと、また自らの地で20と記しました。文字が書けるほど血が出ているということです。そういうことですよ、はい。手負いの武田を送っていくか。葛西ハイキック胴をかすめた。リバースタイヤを狙うが、あっと武田が突っ込んだ。カミソリボードに押し込んだ。しかしあっと武田の額、カミソリが突き刺さる。ソリボード、非常に危険なアイテムです。非常に危険なアイテム。そこへ躊躇なく行く、リバースタイガードライバー。垂直気味に突き刺していった葛西。武田返した。いやー、これカミソリちょっとした動作でスパッと切れます、行きますからね。あっと、カミソリに自らの脳天を打ちつけていく。狂った2人のファイト。この2人の体の構造ってどうなってるんですかね。とんでもないですね。いや本当に葛西の時間だ。トップロープ、ゴーグルを装着、パールハーバースプラッシュ決まった。おっと、なんと返していった武田ブレンバスター。そしてそのまままた起き上がって、ああ葛西がこんなブレました。2人の意地の張り合い。葛西が上になった。兄弟同然の2人によるこの試合、お互いの肉体を切り刻んで、さあ2人が一線を越えていく。葛西潤リバースタイガードライバー垂直。しかしワン、大流血の武田カウントワンで跳ね返した。葛西も大流血、武田も返しますね。アイテム以外の通常のクロス技も相当食らってるんで、まあ、今更ながらこの2人本当相当首が強くないとこれ試合やれないですよ。本当にあれだけ叩きつけられてるわけですからね。まあ頑丈というしかないですよね。あ、また竹串を、再び竹串、わーっと背中に突き刺した。傷口に突き刺していった。ちょっと背中を見たことないですね、竹串攻撃。何本かまだ刺さった状態。さあ肩車の状態になった葛西が、あ、まだライドボム。武田真っ逆さま、どうだ。キックアウトした。しかも背中に刺さったままの竹串がさらに今刺されましたからね、衝撃で。場内大葛西コール。再びゴーグルを首にかけた、リング下何か物色しております。なんか痛みとかダメージとかそういったものを完全に超越した世界ですね、この2人だけの世界。葛西と武田ならではの2人だけの世界。蛍光灯の束、そこには小型のノコギリが埋め込まれております。貼り付けられているノコギリ、蛍光灯、これを武田の体の上にセットしました。まさかここに飛び込んでいこうというのか。葛西潤、おっと起き上がった武田。20分が過ぎました。血が飛び散る。下にはノコギリ蛍光灯がある。葛西ヘッドバット、おっと起き上がった。あっとフロントスープレックス、スパイダーフロントスープレックス。
火災が墓穴を掘ってしまった。武田が飛んでいく、アトリコ、武田先頭、アトリコまだ決まらない。火災が中指を突き立てる。まだ終わらない。ジャーマンスープレックス、武田のジャーマンだ。これも返す。もうお互い全身が血で染まっています。全身が真っ赤の2人が魂のせめぎ合い。武田がとどめに行く。切り返した、下から蹴り上げる。葛西、おっと武田まりの打撃、スポット。しかし武田が返していく。打撃のコンビネーション、ザッ、あー、ナックル。葛西崩れ落ちた。かつて憧れた人間の顔面をナックルで殴ることができると、武田蛍光灯の束を葛西の首筋にセットした。そこへロッキンポー、稽古ホットワンで返した。葛西潤が蘇った。これがデスマッチのカリスマ、デスマッチヒーローの意地だ。いや、死ぬほど生きようとしてますね、2人とも。デスマッチは死ぬためにやるんじゃないですよ、生きるためにやるんですよ。ハサミだ、ハサミボード。場内が一瞬静まり返った。ざわめきが止まらないですね、こんな代物見せられたら。これをどうするんでしょうか。ハサミボードの上にまさか落としていくか。危ない、葛西、葛西危ない。あ、リバースユークラッシュ。ハサミボードが突き刺さった。あ、返した。葛西は死なない、葛西潤は死なない。不死身のデスマッチのカリスマだ。武田、次は何だ。リストをクラッチした。あ、リバースユークラッシュ、来い。スリー入りました。生き残ったのは武田。火災を血の海に沈めました。決戦いかがでしたか。いや、ちょっともう言葉を失いますね、これはね、いろんな意味で。もうすごいなんていう言葉がもう全く追いつかない、はい。もう今までこう、なんていうか、ない言葉でないと表現できないようなデスマッチだったんじゃないでしょうか。まさに葛西潤と武田正史だけのデスマッチだと思いますね、はい。しかしこの熱狂空間、このグルーヴ感、これはもう何物にも代え難いものがあるでしょう、2人にとっても。そして葛西潤、勝てなかったですね。勝てなかったですね。葛西潤、20周年の戦い敗れました。葛西潤をもってしても今の武田正史は倒せないという現実がここに現れましたね。そうですね。しかし葛西もご覧のように意地を見せました。ハサミモードへのリバースユークラッシュ、これはキックアウトしましたが、リバースユークラッシュ回、葛西大の字、まさに限界突破の戦いでありました。武田が KFC 王座2度目の防衛に成功であります。いや、武田まさしすごい男になりました、本当に。Thank you.
にそんなのは用事で、カザイさんと公園で一旦してバカみたいなガード癖で試合ができるのが何よりも最高です。もう一つ20周年で区切りないと遅くなってやってください。俺はあんたの2番選手でもコピーでもない。デスマッチファイター武田正史はもうすでに一人歩きしてます。それが一番結果だと思うし、でも結果を見るか、でも俺は葛西潤に憧れてこの世界に入りました。その品川君の田中を見ながら今の武田正史はあるんですよ。それは間違いない。だから20周年そんなの全然ですよ。30年40年一年の時にまたどうにかに詰まっちゃいましょう。ついてこい葛西潤のアピール、それに対してお客さんは大葛西コールで呼応しました。握手はしません。お互いに中指を突き立て気持ちを確認し合いました。勝ったのは武田正史です。いや葛西潤敗れましたが、やはりこのお客さんの歓声、はい、彼はカリスマですね。そうですね。いやー、なんだかんだ言っても、もちろんねその防衛を果たしたのは武田正史ですけども、こうやってねあのファンの皆様の心を引きつけて離さないクレイジーモンキーがここにいるということですよね。まあ本当ねこういったものとも、引き続き武田正史はまだまだ戦っていかなきゃいけないということですよね。葛西と武田、2人の歴史を感じた一戦でした。そして2人のデスマッチへの思いも十分伝わりましたね。20周年を迎えた葛西、おっとノコギリを武田に渡した。ああ武田はまた額を切り刻んでいきました。それに笑顔で応える葛西であります。
しかし加西、このデスマッチ一筋20年、はい、ここまでよく生きてきたなと話してましたが本当にその通りですね。いや本当そうだと思います、もう本当死ぬほど一生懸命やって生きてきたということですからね。さあということで加西純プロデュース工業熱狂の後楽園大会をお届けしてまいりました。今日の解説は鈴木健さんでした。健さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。加西が20年の生き様を見せました。今ね、デスマッチで2冠王ってなってるけどね、今日はねそんな二の次でリングでも言ったけどベルトとかさそういうのじゃなくて、俺は対葛西潤、武田正史対葛西潤の物語の続きというかね、生みの親が葛西潤だったら武田正史はもうヒナではなく巣立ってるんだよ、そっくに。それを気づかさせるための今日のシングルマッチだったと思う。まあ正直ね、やっててしんどかったし頭おかしいんじゃねえかなって思ったけど、これが起点になるよ。葛西潤のデスマッチ何回体験しても癖になる。それを今日久々に感じて、なんか2冠取ってからジャックとも、大日本でも勇ともいろいろ激しい戦いしてきたけど、そういうのとはまた違う刺激が、得て、俺にとってはプラスにしかならなかった。一言で言えばまだまだ葛西潤の壁は熱いなと感じたけれど、俺はもう一人前育ってますから、それを証明できたと思います。ここ最近のよ、武田正史を見て、マスコミファンは言ってるよな、最近の武田正史は違うってよ。でもよ、俺っちから言わせりゃよ、5年前とのあいつは何ら変わっちゃいねえよ、全く変わっちゃいねえ。それは戦う前から俺っちは言い続けてたことだ。なんも何にも変わっちゃいねえんだよあいつは。ということはな、5年前からあいつは狂ってるってことなんだよ。まだまだよ、あいつとの戦いは続くから、今日これだけ20周年記念大会でこれだけの客が来てくれて、俺っちは感謝してるよ、ファンには感謝してる。でもよ、これまで流してきた血、そして命張ってきたことを考えればよ、これで報われたとは思っちゃいねえ。だからよ、報われるためにも25年30年やってくから、ジジイになってもデスマッチファイターだよ。おいおっさん何負けてんだよ。なあ、俺がよあんたの顔面切ってよ悔しい思いさせてやったんだよ、何負けてんだよ。次だ、次のホールで終わりだってよ。俺のおもちゃから外れたよ、面白くない。お前みたいなな小物にな負けるはずがねえだろ。俺は葛西潤だぞ、そんじょそこらのレスラーとは違うんだよ。葛西潤だ、25年後も30年後も、そしててめえが棺桶に入るまで俺っちはデスマッチファイターだ。次ホールで9月おめえに勝って俺が証明してやるよ。おめえに勝った暁には武田のベルトも引っぺがしてよ、てめえの死骸を土に埋めてやるって覚えたろ。俺っちが武田とやってボロボロになってからしかあいつは来れねえんだよ。望むところが、小物はな、小物らしくな前座でやってるって言うんだよ。ただよ、これだけ言われてよ黙っちゃいねえ、いつでも言ってやる、あんな小物を5分以内に終わらせてやるよ。